おはようございます。こんにちは、まいかでーす。今日はコンサートが今からあります。ママ、今日コンサート、今から。うん、朝、ニーニーは小学校に行ったね。ニーニー小学校に行って、下2人を保育園に送ってきました。ね、今から保育園行こうか、うん。ママはコンサートに行ってきます。汚い。やだやだ。今からルーティン紹介しまーす。汚い。はい、家に戻ってきました。で、今日の荷物を車に積んでみました。で、この後は一番大きなものが来ます。何かというと衣装です。衣装がめちゃくちゃ大きいんですけど、軽いので、全部こういうアンプとか、今日音響施設がないのでアンプを入れたりとか、あとミニチュアの道具を入れたりとか、いろいろ重たいものを下に入れてから大きい、衣装をポンと乗せたいと思います。こちらが本日の衣装です。結構かさばるので一番上に乗せたいと思います。準備整いました。これを乗せて会場に向かいたいと思います。おはようございます。よろしくお願いします。近いですよね、一番の前どうだと思います。で、いろいろセッティングができて、音響の確認とかもできて、よし、これで多分いけるだろうということで、今、開演30分前に控室にやってきました。で、今からメイクを着替えてメイクをして準備していきたいと思います。はい、着替え終わりました。もうすごいこことここのバランスが悪いさあ、メイクしていきたいと思います。30分あると言ってもね、結構いろいろやってたらすぐ立ってバタバタになっちゃうんですよね。なので前半の部分の時に、はい、バタバタやっちゃっときます。いろいろ家からなんでメイクをしてこないのかというと、重いもの運んだりとか、いろいろケーブルを用意したりとかしてる時にやっぱり引っかかってメイク取れたりとかいろいろあるので、やっぱりメイクは直前の方がいいかなと思ってます。私そんなにメイク上手じゃないのでメイク道具とかは説明しません。なんか人前で弾くときってあんまりこう近くによって見ることってそんな少ないので、割とポイントだけ押さえていればいいかなというタイプですね。キラキラとかを塗って、時間との勝負ですからね。はい、ざざっと
陰影がつけばいいかなと思ってやっています。次は髪をやっていきます。髪はあのなんかワックスみたいなやつ塗っていきたいと思います。はい、出来上がりましたので、これからアクセサリーつけていきたいと思います。5分前になりましたので、演奏会用のマスクをして演奏準備に入りたいなと思います。もうそろそろ呼びに来られる時間だと思うので、ここからはなんか精神集中して行ってきたいと思います。ルーティンどうだったでしょうか。演奏前はね、いろいろアーティストさんによっていろんな動きの自分なりのルーティンがあると思うんですけれども、私はこんな感じでした。また見てね。じゃあね、バイバイ、 See you。